こんにちは。ガサガサ愛好家の皆さん、本日はやや遠方のブラウントラトランチをやったおなじみのガサ河川に来ております。本日はダイワのラジアルウェダー、去年買ったばっかりで、そのブラウントラトランチ中にノコギリで穴が開いてしまったというものを補修して、そのチェックに来ている側面もあります。で、全くこのように積雪もまだたくさんあるので、車がいつもの場所に入れられなかったので、ちょっと上流に向かって歩き戻っています。この辺は身の丈ぐらい積雪がありますが、幸いというか割と硬くなっているので、歩いて進めています。途中別の河川も寄りましたが、とてもアプローチできなかったんで、この河川で今日は新春モクズガニチェックと行きたいと思います。いや、いい運動だこれは。全然いけますね、本当。橋にはおそらく釣り人と思われる足跡がありました。クレイジーな人が私以外にもいるようであります。よし、これでほぼほぼ到達いたしました。ここがランチポイント。ここまで本当は車が入れられる状態です。これちょっとね、岸が雪で埋もれちゃってます。お、早速チビカジカいい色してますね。水生昆虫もたくさんいる。皆さんまだ寝ぼけてますね。動きが緩慢です。お、後で見ます。
黒川虫がいっぱい。そしてほら、私の大好きなヘビトンボ、秋麗幼虫ですね、多分。いいね。相変わらずかっこいい。両型ヤマメ、若干サビが入ってます。浮きゴリ、またヤマメと浮きゴリ2匹。おお、ダブルヤマメ。またヤマメ。スジエビ、今のところキープはスジエビ3匹だけ。そこの縁やったら終わりかな。ほら、カチコチ。またスジエビ4匹目、多分全部リリースすると思いますが、おお、スジエビいっぱいな。もしかしたら持って帰れる量かも。スジエビ、スジエビ。この歌を歌うと低評価がつくんですよね。おお、いいね、でっけ。
はい、お疲れ様です。さっきまでは、調理中の、様子についてはいつも通り、ニコンの AW130 で撮影いたしましたが、今現在はちょっと試しにニュービデオカメラソニーの HDR-MV1 で撮ってみているんですが、ちょっとピントがやっぱり近距離は厳しいかもしれないですね。ちょっとこれ最初で最後のテストということで、まあ、このビデオは、車載動画の方をご覧いただいた方はご存知ですけれども、音が非常にいいというビデオカメラで車載用に買いました。で、形もちょっと変わっていて非常に広角のレンズということで、無駄に広角に撮れてしまうわけでございまして、ちょっとこのシーンの撮影には合ってないんですね。いらないものをどけて今撮ってるんですけれども、それでもちょっと厳しい状況であると。ちょっと照明の位置も変えないとダメですね。ここで多少いいのかな。これ多少でいいですね。で、本日はヤマメにカジカに水生昆虫といろいろ撮れたんですけれども、持って帰ってきたのはこのスジエビのみということで、スジエビを塩焼き、マイブームの塩焼きにいたしました。で、これを早速いただきたいと思います。いただきます。甘い。で、今日のお酒は初めてご紹介しますが、以前薩摩武将の紫というやつを紹介して、まあ、結構美味しいよと申しましたが、これはその姉妹品、黒麹仕込みということだそうです。で、味は乾杯。香ばしい感じですね。ちょっと紫の方は非常に芋の皮の風味がするって紹介したと思うんですけれども、これはちょっとシャープな感じになって、香ばしいけどもシャープ。で、まああんまり芋していないっていう感じですね。美味しい焼酎って感じです。結構だから味は違いますね。で、本日はこのカメラをこのシーンで試しに使ってみると思いつきで撮ってるだけなんで、まあ、特にお伝えしたいことっていうのはないんですけど、まあ、これ、まあ、いいところがあるとすると Wi-Fi で動画の様子も、スマホでウォッチできるので、今ちょうどここに iPhone を置いてあるんですよ、実は。なので、こうやった時に果たしてちゃんと映っているのかっていうことがある程度確認ができると。ただちょっとピントがバッチリかどうかっていうところまではなかなか確認ができないですね。まあ、そもそも近距離撮影するカメラではないのでというところです。で、北海道はまあもう雪解けが進み始めておりまして、まあ、まだ吹雪とかあるんですけれども、まあ、晴れながら吹いたりとかね。で、もう日差しがもう春のそれになっているので、春の足音が着実に近づいてきているというわけで、まあなかなかね、川のアプローチはまだ大変な状況なんですけども、まあ、雪代が出ない前に、なんとかっていうことで今日もちょっとガサガサに行ってきたわけでありますと。残念ながらまだね、木津川には全く影も形もありませんでしたが、まあだからまあ木津川に今日だからすごいいい川がね一個見つかっちゃって、まあ、前行った川なんですけども、その上流部
上流部も北にたがわず非常に素晴らしい状況だったので入りたかったんですけれども、ちょっとね雪が多すぎるっていうことで、まあ、次回はちょっともうちょっと雪が溶けた時に、入脱径しやすいように、まあ、ザイル、クライミングロープを、まあ、買おうと思って、ちょっと会員型のしか買ってないのでちゃんとしたやつを買ってそれで、リベンジしたいなと思います。じゃあまた今度はおかずとして、箸がないね。箸がない。すいませんが。割り箸で行かせていただきます。最高にうめ。おかずにも最高っす。筋エビ食べてる人多いと思うんですけど、ぜひこの塩焼きは、繰り返しうるさいですけど、ぜひ試してください。目から鱗の美味しさ、料亭の味、料亭の味っていうか、隠れ美味しい居酒屋の味って感じです。ねえな。お弁当にもいいですよこれ。というわけで、いつもにも増して取り留めがないですが、音がきれいに取れていることを願って動画を終了したいと思います。でまたちょっと1週間後ぐらいにね、またガザの予定が間違いなくあるので、まあ、その前にまたちょっとやるかもしれないですけど、まあ、それを楽しみに1週間を乗り切りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。